それでは、緊急の記者会見を行います。市民の皆様にお知らせをいたします。この度、熊本市内で、3例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認をされました。この方は年齢が50歳、市内、熊本市内に居住をする日本人の男性であります。職業は会社員であり、現在咽頭痛、喉の痛み、それから発熱の症状があるということです。この方は2月21日に陽性と確認をされました、熊本市内2例目の50代男性患者と同じ現場で働いていらっしゃったことから、熊本市保健所がこれまで健康観察を行ってまいりました。2月20日より咽頭痛が現れ、24日に咽頭痛がひどくなるとともに、17時ごろに発熱、37.7度が見られたことから、ご本人から熊本市保健所へ連絡がありまして、その後 PCR 検査を実施をし、昨日22時3分に陽性と確認をされたものです。この方は独身でお一人暮らしであります。また2例目の方との関係ですが、昨年から同じ現場で屋外の作業に従事をされております。最近の2例目の方との接触ですが、2月20日に2例目の方を車の助手席に乗せ、10分ほど職場間を移動されたということが現時点で分かっております。通勤手段は自家用車であり、公共交通機関はこの1ヶ月間利用はされておりません。またこの1ヶ月間の県外への移動、海外への渡航歴はありません。既往症についてはないと伺っております。今後さらにこの方の接触者調査等を行ってまいります。市民の皆様におかれましては、本市で新たなコロナウイルスへの感染が確認をされて大変不安になっておられるというふうに思いますが、感染症の拡大の防止には市民の皆様一人一人の心がけ、予防がですね、非常に重要になってまいります。手洗い、うがい、咳エチケットはもとより、できるだけ人混みを避ける、など感染予防に一層努めていただき、不要不急の外出は控えていただきたいというふうに考えております。また新型コロナウイルスに関するご相談につきましては、帰国者接触者相談センター 096-372-0705 へご相談くださいますようお願いを申し上げます。24時間体制で相談を受け付けておりますので、ご心配のことがあればこちらにご連絡をいただきますようお願いを申し上げます。今後とも引き続き国や県をはじめ関係機関と緊密な連携を図りながら、全庁一丸となってさらなる感染拡大防止に全力で取り組んでまいりたいと考えております。市民の皆様への迅速かつ正確な情報提供により一層努めてまいりますので、報道各所の皆様におかれましてもどうぞよろしくお願いをいたします。私の方からは以上です。それでは、質問をお受けいたします。まず幹事社からお願いします。はい、すみません、幹事社自営通信の後ろから失礼いたします。はい、まずなんですが、この方は同じ現場で働いているというお話がありました。これ同じ会社、会社は違う会社です。要は関係会社なのか、まあ、下請け企業なのか分かりませんが、まあ、そういった会社、まあ、別の会社ですが、まあ、そういう現場でお勤めだったということです。ありがとうございます。症状についてなんですが、はい、8月27日、軽症と言っていいと、これは軽症ということで現時点では良いというふうに思います。それから、2例目の
50代男性との接触についてなんですが、はい、先ほど、10分ほど職場間を車で移動したというお話がありました、うん、はい、その時に現場で、この現場で作業をされているというのか。そうですね、まあ、屋外の作業で、ありますから、まあ、昨年からその作業はされていたというふうに思いますが、この確認をできているところは2月の20日にですね、この熊本市の2例目の男性を助手席に乗せて、この職場間を、まあ、移動したということで、まあ、10分程度、マスクは着用したりしなかったりというような状態だったというふうに、確認をしております。以上です。少なくとも2月20日以降は、同じ現場にいたというのは、はい、ということで理解をします。2月20日以降、その少なくとも2月20日に、現場にいた、同じ現場にいたというのは、はい、2月20日、それから21日ということになろうかと思います。で、21日は接触はあるでしょう。21日は、2例目の方になってるわけですね。あ、だから20日までということですね。はい、じゃあ、すみません、確認、何をどうしてきた現時点で、まあ、その車で10分間程度同じ車に乗っていたということと、はい、今とは同じ現場にいたということは言える。そういうことですね。はい、どうぞ。この方、20日から、喉の痛みがあるということで症状が出ていると思うんですが、20日以降の勤務歴です。はい、もう20日、ごめんなさい、21日にまた出勤をされておりまして、21日の、17時まで、現場で勤務をされているということです。そして、22日の日にからは、もうこの時にはすでに2例目の方の感染が確認をされましたので、自宅待機ということで22、23、24とお休みをされている。で、自宅にいらっしゃるということでございます。なんですが、本日昼の、記者レクチャーの中で50代男性の接触者の中で熊本市在住の4名は体調に異常なしというふうに出てたんですが、はい、この4名の中に含まれていたということですか。これは含まれていますということですね。なので、今日の、午後5時25分に相談してから体調が変化が見られたという状態でよろしいですか。いや、相談はそうですね、相談というかその、この方が、5時ごろから発熱をされたので、保健所の方にご連絡をいただいたということで、その後保健所の方で、検体を採取をしまして、PCR 検査を行ったということです。まあ、それで、先ほど確定をしたということです。2例目の50代男性の方の濃厚接触者として今回、感染したというふうに今現在は見ている。基本的にはまあその接触の濃厚接触 の、 その定義というのがいろいろあろうかというふうに思うんですけれども、今のところ接触者ということで、これまで、考えておりましたが、まあ、やはり車での、移動をですね、一緒にされたということを考えれば濃厚接触者というふうに考えてよろしいんではないかなというふうに思います。それでは各社からお受けいたします。はい、熊西住川です。この4例目の50代男性は肺炎の発症は確認されていますか。肺炎の肺炎の方は確認されていませんが、まだ、今、これから、病院の方で検査を
されるということになりますので、それからということになります。ですから追ってまた、その状況ということについては記者レク等で、発表させていただきたいというふうに思います。はい、どうぞ。すいません、この人も3人目までと同じく県内の感染症指定医療機関に入院されたのでしょうか？いえ、まだ自宅に待機されてこれから入院をされるということです。はい、他にどうぞ。よろしいですか？はい、どうぞ。この方の居住地ですが、市内と書いてありますが、はい、熊本市東区在住です。はい、やっぱり3人の4人のうちの3人の方っていうのはもう今のところ問題なくて検査もやらない。今のところ症状がないということですので、例えばその発熱であるとか、喉の痛みであるとか、まあ、健康調査に関しては我々が今自宅待機をされてますので、そこに、保健所の方から、定期的にですね、確認をさせていただいております、ですので、まあ、その中で変化がある、あるいは今回のようにご本人の方から申告があるということになればですね、その時点で検査をするかどうかを判断し、検査を、まあ、積極的にやるという形になろうかというふうに思います。はい、どうぞ。2例目の50代男性2月20日から咳症状を訴えていたということだったんですが、生まれの届きの前後関係は、まあ、分かりません、ですので、同乗してみて咳が出たかは分からないというか。そうです。あ、ありがとうございます。はい、どうぞ。この方の濃厚接触者の想定される人数とかっていうのはまだ今のところまだ、ですから、これから当然、まあ、先ほどもちょっと申し上げたかもしれませんが、これから、接触者の状況についてはさらに、詳しく確認をしていくということで、あります。はい、どうぞ。2例目の方と今回の50代男性が一緒に作業をしていた現場は、どちらですか？それは、阿蘇方面の現場ということになります。工事現場ということになります。自体名のでは、ね、は明らかには阿蘇地方ということでしょうね。はい、でよろしいですね。はい、現場の形態は どうなのか分かりません。はい、どうぞ。阿蘇市でよろしいんでしょうか？阿蘇地方だと思います。阿蘇地方、はい、阿蘇方面、阿蘇方面、はい。それとすみません、はい、この方と2例目の男性の方ですが、うん、20日以前の、うん、仕事の関わりというのはいかがですか？これについても、まあ、これから確認をしていくということであります。で、いずれにしても今までは この方は濃厚接触というまではですね、行かないというような判断をしていたんですけれども、その前の段階でどういう関わりがあったかということはこれからさらに接触調査をしていきますので、それが明らかになった段階でまたお知らせをしたいというふうに思います。はい、どうぞ。行動歴がですね、はい、いつから休んだのかがちょっと不明確だと思うんですけど、はい、もう一回お願いします。勤務状況、2月の21日、17日まで、ほぼ毎日勤務をされていたと、そして、2月の22日以降はお休みをされて、今日に至るということです。報道資料に3月4日までって書いてある、これ間違いってことですか？3月4日まではだから自宅待機を、会社の方からは言われているのが、確かに3月の4日までということを、まあ念を入れてということで多分入れてあると思うんですが、それすみません、ちょっとじゃあ報道資料の方がちょっと間違っていたのかもしれません。3月4日まで休暇、休暇を取るということだったのかしら。ちょっとごめんなさいね。どっち、ちょっと確認してください、大事なところなので。3月4日まで休みか、会社から自宅待機を、指示をされて、いたと。その過程の中で、
今回明らかになったということです。はい、はい、どうぞ。答えられる場で結構なんですけど、この方が働いていた工事現場の作業員数とかっていうのは、それは分かりません。これから調査をしていきます。まあ、どのくらいの方々とこの方が接触をされたのかということは、作業のいろいろな形態、まあ、下請けというか、まあ、そういう形に多分なろうかというふうに思いますので、その辺の実態、勤務実態とか、そういったことについてはですね、少し詳しく把握をして、何名ぐらいの方がですね、例えば接触をされたのか、あるいは濃厚接触に当たるような方がいらっしゃらないのかということについては、またさらに調査をこれからしていきたいというふうに思っております。はい、どうぞ。国の新たな基本方針では、軽症の方はもう自宅待機ということで明日から切り替わると思うんですが、はい、この方はもう入院という措置でよろしいですか。そうです。いや、もう陽性ですから、もうそこはもう入院ということですね。で、まあ、熊本市のでの事例というのはまだ3例目でもありますので、他の、まあ、自治体で多くですね、発生しているような状況とまたちょっと異なりますが、我々としてはできるだけやっぱり最初の1例目の方、2例目の方、そして1例目2例目のそれぞれの濃厚接触の方々ですね、こういった方々はきちっと健康調査をですね、行いながら、そしてまた自宅待機を皆さんしていただいて、感染の拡大をですね防ぐということ、そして体調の変化がですね、まあ、仮に、まあ、陰性であってもですね、やはり、その辺は経過を見ていかないと、他の、まあ、自治体の例でもですね、陰性と出たけどもまた症状が悪化して調べてみたら陽性だったというようなこともありますので、まあ、そういった健康観察というものについては、厳重にやっていきたいというふうに考えております。どうぞ。はい、どうぞ。独身ということですが、一緒に同居されている人もいない。はい、同居されている方もいらっしゃらず、お一人暮らしということです。先生、今話に出ました入院はもう今日25日から入院してもらうというのは。はい、そうです、今日からということになります。よろしくございますか。はい、どうぞ。もう25日の何時にもう入院されるかというのを確定してますか。そこはまだ、今医療現場との調整をしていますので、まあ、ご承知の通り、もう先ほど陽性ということが確定しましたので、今その調整をしているということです。搬送についてもですね、はい、少なくとも午前中までには入院をされるという、はい、そういう理解で結構です。はい、どうぞ。もう一度作業現場の説明で、阿蘇地方の阿蘇市ではダメですか。いや、阿蘇市でも阿蘇方面ということです。はい、阿蘇市では阿蘇方面ということです。はい、すいません、呼びにしますはい、まず分かればですけど、自宅待機を命じたその会社の関係者の方というのは何人ぐらいかというのは、それは分かります。は分かりません、ですのでまた確認をさせていただきます。はい、どうぞ。今回は新たに発生して4例目のこの方は、熊本市では3例目ね。熊本市では3例目、はい、で会社の所在地をどちらか言えますか。それもまだ、調査中ですね。熊本県内でいいのかな、まだそこまで分かってる、調査中ですよね。私の資料にはないので、調査中ということで、はい、はい、どうぞ。市内でも要するに人々感染っていうのが広がってきてるっていうことになるかと思うんですけど、うん、何かこれを受けて、市として何か対応を強化するとかそういうことはあるんですか。とにかくやっぱり今、先日もですね、発表させていただきましたけれども、熊本市主催の行事、あるいは、そういったイベント等についてはですね、延期もしくは中止の措置を取らせていただいているということでございます。それから、このやはり広がりを受けて、やはり体調不安を
感じられる方がやはり多数出てくるというふうに予想されます。で専門家の方によってもですね、やはりこの1週間2週間が非常に大きなあのターニングポイントになるというふうに言われておりますので、まあここについてはですね、やはり私たちは厳重にこの関係の皆さん方を注意深くですね、健康観察をする、あるいはいろいろな健康状態に不安があった方にはですね、この、我々の窓口の方までですね、あるいは保健所の方、各、その地域のですね、保健所まで、相談をしていただいてですね、そういった対応を取るということ、それから学校等についてもですね、やはりその、今回この方の該当はございませんけれども、昨日ですかね、教育委員教育長の方からもですね、各学校に通知がなされて、一昨日ですかね、にもなされていますけれども、そういった形でですね、いろいろなあの学校行事についても縮小をしていく、あるいは、場合によってはその大人数で集まらないというような措置を取るということで、感染拡大をですね、できるだけ早めに、この防いでいくということに尽きるのかなというふうに思っております。それからやはり市民の皆さんへのですね、やっぱり呼びかけとして、とにかくその通常のやはりこの健康管理ですね、これを徹底していただくということ、何か変化があったらすぐ遠慮なくですね、この相談窓口の方にお電話いただきたいということ、それから手洗い、本当は十分な手洗い、それからうがいですね、こういった咳エチケット、こういったことをですね、に努めていただくということをですね、しっかりまたお願いをしていきたいというふうに思っております。はい、当初26日に回線を増設するという話だったと思うんですけど、例えばもう明日にもとかっていうことを、それはちょっと難しいです。今やはり人がいて、それから設備が整わないと難しいもんですから、ちょうど連休という時期もありましたので、今ちょっと お待たせするような場面もあるんですかね、結構ですね、回線の方はかなり電話いただいております。ただ、これも増設をするということで一応26日目処でありますが、できるだけ前倒しできればですね、前倒しをして対応させていただきたいというふうに考えておりますので、皆さんいろいろ躊躇なさらずにですね、ご相談いただくことが何よりかと思います。でここにかからない場合には、例えばお電話でかかりつけのお医者さんにご相談をいただく、あるいはそういう専門家の方にですね、やはりアドバイスを求めるということをぜひしていただいて、やっぱり体調が優れないという方はですね、やっぱ早めに、そういった対応を取っていただくということで、考えております。すいません、はい、どうぞ。熊本市では、21日に1例目の感染者が出て、はい、で同じ日に2例目として父親の50代が感染したと、はい、でここはその家族内の感染疑いというのが、持たれると思うんですけれども、そことも接触があったということで、さらにその市の調査で17人、捕捉してた中から出たということで、ある程度その感染経路がここはたどれるのかなというふうにも、感じるんですけど、まだ感染経路まではやはりこの3人の状況だけではですね、判断できないというふうに思いますが、ただ、早めに、その関係者の方をですね、やはり掴んだということで、今回健康調査もできましたし、また辿っていくことができますので、さらに接触者をですね、そこで、きちんと把握をしていくということ、そして、その皆さん方の健康管理をですね、徹底して、この観察をしていくということ、ここがですね、やはり今非常に感染の広がりをですね、抑えるためにはですね、非常にこれは重要なことだと思っています。ただ感染源、感染ルートということに関してはなかなか確定的なことはまだ申し上げられないのかなというふうに思っております。はい、どうぞ。厚労省はですね、健康調査を濃厚接触の人までをするという基本方針するというのは、これを見直す必要性というのは感じています。やはりその感染の広がり、それから実際にですね、やっぱりその規模をですね、状況であるとか体制にもよるとは思うんですが、
まあ、やはり我々基礎自治体で、まあ、あの保健所を管轄するですね自治体としてはですね、できるだけやっぱり市民の皆さんに安全で安心感を持っていただくということが非常に重要でありますので、まあ、そういう意味では濃厚接触者に限らずですね、我々としてはできるだけその健康調査の中で接触者という国の方々にもですね、積極的に健康調査を行ってですね、行く、まあ、そういうことがあの実際の現場では求められているというふうに思いますので、まあ、そういう態度で今後も臨んでいきたいというふうに思っております。まあ、国の方針は国の方針でまた検討されるんだろうというふうに思いますけれども、我々としてはやはり、独自の、まあ、判断、現場の状況をですね、よく見ながら、判断していくことが肝要であるというふうに考えております。はい、どうぞ。今回のその、市内3例目の方とは別にあの1例目と2例目の方、順次現在で20代の女性の方はちょっと重症化しているという話もありました、はい、50代の男性は、まあ軽症だと、はい、その後変化はないということで伺っておりますので、それ以上重症化しているという状況にはないというふうに伺っています。で、まあ、重症化ということで先ほど昨日の、午後3時ですかね、に、担当の方から記者レクをさせていただいたというふうに思いますが、私の方でも確認をしておりますところではですね、まあ、食欲がやっぱり落ちたとか、それから歩行がですね、まあ、トイレには今まで自分でこう行けていたんだけれども、今寝てる状態であるとかですね、それから、まあ、そういう意味では重症化をしてきたけれども、まあ、その酸素の吸入もやっているということでありますけれども、まあ、意識ははっきりしていてお話もできる状態ということで、その状態に、まあ、今この記者会見に入る前に確認をしましたところ変わってはいないということであります。ただその容体の変化とは非常にこれ重要なことでもありますので、この方のですね1例目の方、2例目ので2例目の方についてもですね状況は変わっておりませんので、まあ若干のこの肺炎症状は見られますけれども、まあ歩行もできます、会話もできます、そういう意味ではまあ軽症の部類に入っているということで、その変化はありません。で、まあ今後しかし差は去りながらですね、きちんと健康管理をしながらですね、確認をして、まあつどつどにですね皆さんには状況をご報告をさせていただき、熊本市としても公表をしていきたいというふうに思います。はい、どうぞ。この説明を立てたいんですけれども、はい、1例目と2例目の接触者の人で現在県内検査を行っているというのはどうするの？その人数についてはですね、それはね、まだ今のところいらっしゃらない、はい、いらっしゃらないですね。すいません、確認なんですけど、阿蘇方面の工事現場で、うん、助手席に10分程度乗せたというのは2月8日2月20日です。これ時間は何時ごろ？それは同乗時間は分かりません。で、あ、ごめんなさい、その移動した時間は分かりません。で、同乗してる時間が10分間という程度ということです。まあ、午前中なのか午後なのかもちょっとそこは確認はできていないということです。で、それ以外の接触は例えば一緒に食事をしたりとかそういったことはないというふうに伺っています。で、まあ、これからですね、まあ、この陽性という結果が出ましたので、さらに詳しくですねご本人にも、まあ、お話を伺える状態でありますので、保健所の方から、確認をさせていただきたいと思っています。はい、どうぞ。この男性は22日から自宅いらっしゃったということなんですけど、はい、一切も外出はしてないそういうことだと思います。一人暮らしですけど、はい、そうですね、買い物とかもあるので、まあ、おそらくどういう形であるか分かりませんけれども、そういう状態で自宅に待機をされていたというふうに伺っております。はい、はい、すいません。看護師の男性の父親と今回の陽性が出た方は車に10分程度乗って職場間を行き来されたっていうふうに言ったと思うんですけど、はいはい、
その職場間っていうのは、おそらくあの現場から現場へですね、多分おそらく広いので現場から現場へということなんではないかなというふうに、私の方では聞いておったんですが、それでよろしいのかな。最終的には確認はできてないですね。どの時点からどの地点までというのはちょっと確認できてませんが、現場が阿蘇地方の中に収まっているかどうかもわからない。現場自体は阿蘇地方の中に収まってるんでしょ。それで多分例えばだからそのプレハブのその現場その詰め所とかですねからその現場の作業場所までとかですね、おそらくそういうことではないかなというふうに思いますが、それもまた詳しく確認をさせていただければと思います。阿蘇地方の現場周辺を10分程度車で同乗した状態だったっていうのは言える。それは間違いなく言えますね。はいですね。それでよろしいですね。はい、それ結構ね大事なことなのでね、事実確認がですね。はい、はい、どうぞ。車には2人だけだったお二人だけです、はい、今確認できているのはこの2月20日は、助手席に乗せたということでありますね。はい、その時すでに説明症状が2年目に回っているそれはできて確認できてないのかな。席についてはのどの痛みだけですね、20日の日は。ですので席はここでは確認はできてないということですね。この報道資料にあります2月20日からののどの痛みというのは、当然この車に乗った後、車に乗った後ですね、それもちょっと確認をしてみますが、ちょっと待ってね、19日に喉の痛みがないのでですね、20日ですね、まあ、乗った前か後かはもう一回確認をして、ご連絡をさせていただきたいと思います。はい、どうぞ。そうですよね、咽頭痛ですか、まあ、我々が喉がちょっと20日間訴えた喉の痛みなんですけど、はい、これってのはコロナとかじゃなくて、平熱でですね、ご本人の、症状の状態の、聞き取りによりますと、喉の痛みが少し痛いかもという程度だから、コロナとかあんま関係なくて、普通に20日間痛かった、ちょっと痛いなという感じであったと、でいうことですね。はい、はい、どうぞ。2例目の男性と一緒に作業をしていた4人の男性、うん、うち1人はこの陽性、この方です。3人は体調に異常を訴えてはいないと。まだいないということです。というか検査もしてないということです。はい、そうです。わかりました、ありがとうございます。それでいいんだよね。はい、はい、はい、どうぞ。先ほどと同じ質問かもしれないんですが、20日に車に一緒に乗られた時に2例目の男性の方は席はあったかなかと。いや、それは確認できていませんですね。はい、2例目の方は席はされた。20日は席症状が出てる、はい、出てるから車の中でしたかどうかは確認してないけれども、席症状は、あったということですね、はい、ですからされてる可能性はありますよね。でその時にマスクをしたり しなかったりということでありますので、ひょっとしたらそのマスクをせずに咳をされた可能性もあります、まあ、その辺もだからちょっと細かいところについてはですね、またご本人に確認をしなければならないというふうに思っております。はい、はい、どうぞ。他によろしいですか。はい、どうぞ。一般論としてなんですけど、うん、その20日にその接触があったとして、その日から突然その痛みが出るみたいなことは通常あり得るというどうですかね。どうなんですか、長野所長。感染して喉の痛みが出るということはまずないと思うので、その前からの可能性が高いです。よろしいですかね。はい、
いや、夜分に、お疲れ様でした。まあ、これからまた、こういう形で、適宜情報の方は、皆さんに提供させていただきたいというふうに思います。まあ、くれぐれも市民の皆さんにはですね、冷静に対応していただきたいというふうに思いますが、やはりできるだけ用心をしていただくということでございます。それからこの後ですね、1時からにしてます。1時から、まあ、午前1時からちょっと遅い時間になりますが、対策本部会議をですね、第3回目の対策本部会議をですね、開催をする予定にしておりますので、ご報告しております。以上です。じゃあよろしくお願いします。